新宿駅前をご通行中の皆様、こんにちは。君の会と申します。言論の自由と報道の公正をここ新宿駅前から皆様に、君の会長谷川隆代表が連日訴えておられます。昨日に引き続いて今日もマイクを少しお借りしてお話をさせていただきたいと思います。私は政治団体山桜会の志垣と申します。どうぞよろしくお願いいたします。昨日こちらで街頭で演説をさせていただいて、長谷川代表と少しお話をした後ですね、夜家に帰りまして NHK をつけてみましたら、政治番組をやっておりました。途中からだったんですけども、続きを見てみましたら、なんとですね、今国会に出てきていない野党の人たちも揃ってテレビに出ていました。自民党、公明党、維新の会、この人たちは国会に出てきて仕事をしておられますが、立憲民主党やその他野党6党の人たち揃い踏みで全党揃ってテレビ出演をしておられました。昨日が憲法記念日だったということで、改憲の議論を NHK でやっていたんですが、そもそもですね、テレビに出てくる余裕があるんであれば国会に出てきて自分たちの仕事をやんなさいっていうのを私は強く言いたい。そうだそうだ、テレビに出てきてテレビの前ではかっこいいことを言うんです。昨日その日本共産党の小池晃さんという方、この方がですね、何と言っていたか、憲法をそのまんま遵守して政治をやらなければならない、安倍政権にこれを求めるというんですね。憲法通りに政治を動かしていかないといけない。びっくりするんですよ、これを日本共産党が言うんですから。共産党だからね。仮にですよ、私思ったんです、憲法通りに日本の政治を進めていったら共産党は違憲だらけなんです。そうなんです、憲法を守らないといけない、これはもう当たり前のことなんです。しかしこれをそのまんま憲法通り政治をやっていたら、共産党の党勢、綱領、存在、全てが違憲なんですよ。それをテレビで正々堂々と憲法通りやらなきゃいけない安倍政権はって言うんです。安倍政権は憲法通りやってますよ。国会に出てきて仕事をしていない、憲法に決められ定められた国会議員の職務を果たしていないのは野党6党の方なんです。これをですね、正々堂々とテレビで言い切る共産党のこの面の皮の厚さ、私は勉強しなきゃいけないなと思って昨日はテレビを見ておりました。立憲民主党もそうです。枝野さんが街頭演説で国対委員長に連休明け審議に応じられるような段取りを組め、指示を出したと言っていました。ところが野党は麻生財務大臣の辞任がない限り出ないと言ったんですよ。ところが政府、自民党もそうなんですが、麻生財務大臣を首切ることは全く考えてないんです。またここで国民を騙すんですよね。ちょっと私、政界にもちょっと話を聞ける人がいるんで話を聞いてみました。野党の国対は今与党国対にですね、なんとか連休明けに審議に出られるような段取りを組んでくれとお願いをしているそうであります。でもですよ、私たち国民にはその姿は見えません。野党の方からもう落としどこがないから、行き着くとこがないから、連休明けには審議に出られるような段取りを組んでくれ、野党の方からお願いしてしに来てるんです。だけどテレビの前では彼女たちは何て言ってますか、疑惑はますます深まったっていうんですね。だから審議に応じられない、この二枚舌、二枚看板、
もう野党がもうずっとやってきたことなんです。自分たちの主張、それはいいですよ、それはいいんです。政府に反対する、政府のやることに異議を唱える、これはいいんです。これがないと政権というかその政治は動きませんので、それはいいんですが、さすがにね、自分たちの仕事をしに来ないっていうのはもうどうにか考えてもらわないといけない。だけども昨日も私お話しました、柳瀬さんは呼ばないで野党は出てこない方が国会は当たり前に進む、このように思っているんです。だけども水面下では野党の方から与党の方に何とか私たち出られるように段取り組んでくれ、こういうことになってるんです。皆さんだから騙されないでいただきたい。テレビでの表面的な顔は強気で言ってますが、実は裏側では頭を下げてお願いをしているんです。こういう表裏のある野党の皆さん、国民に対しては私たちは国民の代表だと言っている。しかし国民の代表を選ぶのは国民なんだ、国会議員を選ぶのは国民なんです。だけどもその民主主義で選ばれた選挙結果、これを一番尊重していないのも野党なんです。前回の衆議院選挙では自民党が大勝しました。議席をたくさん取りましたよ。ですから今政権与党にいるわけですね。ところがこの選挙結果、負け惜しみか悔しいのか分かりませんけども、なかなか受け入れてくれない。そのくせ野党は野党同士でくっついたり離れたりを繰り返している。また希望のなんとかという党と民進なんとかという党がくっつこうとしている。もうね、よくネットでは話が出ています。ゴミはどんなに集まったってゴミなんですよ。こういう言い方を公然としてしまうのはあまりはばかられますが、やはりここはですね、一つもう野党の皆さんにはお下がりいただいて、私は解散があってもいいと思ってるんです。どうせ今解散があってもやっぱり自民党が勝つようになっていると私は思います。その証拠に各党の支持率なかなか上がらないんです。確かに与党の支持率、政権支持率も少しずつ落ちてはきています。ところがやっぱり 30% 台をキープするんですよ。10人のうち3人は支持している。そして残りの7人のうちの4人はどこにしようか迷っている。結局10人のうち2人ぐらいしかいないんです、野党を支持している人が。それはやっぱりしょうがないんですね。何でも賛成もあれば反対もあるんです。だからそれはね、いいんですけども、なかなか野党の支持が増えないというところ、ここを野党の皆さんは勘違いをしておられる。森友や加計で1年半近く国会が停滞している。私たちの大事な話をしないで自分たちの言いたいことだけを言う、 Me too、 この言葉が今流行っています。あともう一つ、メンバー、こういう言葉が流行っています。野党メンバーの方々にはもっと考え直していただいて、自民党与党の皆さん、維新の皆さんと一緒に仕事をする Me too 運動をやっていただきたい。人権問題やら何やらをよく訴えておられますが、結局は政権打倒のためにしか彼たちは動かない。国民のためじゃないんです、自分たちのためにしか動かないんです。選挙ありき、自分の議席確保ありき、野党の党首に至っては、選対委員長、国対委員長、この辺に至っては、自分たちの党勢拡大のためなら国民だって騙したっていい、これぐらいの気持ちでいるんです。それが証拠に政権打倒以外の人権活動には全く動かない。伊藤詩織さんという女性の問題がありました。しかしじゃあこの間起きた TOKIO のメンバー山口さんの被害者、このことをこの方の代弁は国会議員はしなくていいんですか。
私は思うんですよ。それはなぜか、山口メンバーの被害者は政権に全く関係ないから、安倍さんとつながりがないから野党の人たちは動かないんです。もうこういうことが垣間見える、もう露骨にやり出す。ですから私たち国民は騙されないようにしなきゃいけない。テレビで表面的な顔をしている、国民にいいことだけを言っている、こういう野党のやり方を私たちは見抜かないといけない。しかし賢い国民の人たちはもう見抜いているんですね。野党の支持率が上がらない、これがもうやっぱり日本国民は賢いんだということの証明なんですよ。だけども安倍自民党、政府与党、ここの支持率も上がらないのはやはり国民のやっぱり厳しい目があるんです。私たちが支持をするから 40%、50% の支持率を与えちゃうから調子に乗るんだ、ここはちょっとお気を据えてやらないかんな、こういうのもあるんです。私はそれでいいと思ってる。だけども野党の支持率が 1% もない党があるんですよ。0コンマなんですよ。コンマ下切り捨てたらゼロなんですから。だからどこもかしこもゼロになっちゃうから、しょうがないから小数点以下1位を表示するしかないんですね。小数点以下1位でしか表現できない支持率が野党の6党の中に3党も4党もあるんです。こんな人たちの言うことをどうして支持できますか。彼らのやっていること、これを私たちはしっかりと見極めて政治を動かしていかないといけない。結果今は安倍政権しかないということなんです。安倍政権が全てが正しいとは言いません。だけども今国際的にリーダーシップが取れる、今の日本、歴代の日本でこんなことが今まであったでしょうか。各国の元首は安倍総理のところに電話をしてきて、トランプ大統領は何と思っているか、あの大統領は何と思っているか、あの首相はどういう感じでいるか聞きに来る、こんな総理大臣は今までいなかったんです。ですからもう一期だけ、次の総裁選も必ず安倍さんを首相にしてあと3年頑張ってもらわなきゃいけない、私は思っております。これからも皆さんに野党の恥ずかしい姿と与党の正しい政治の運営の仕方、この辺りを皆さんとお知らせして共に考えて政治を動かしていきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。